お昼になりました。さあ今日はねフレスタで265円の昼食です。どん兵衛、これ鬼かき揚げうどんが165円か160円ぐらい、はい、でこれがメロンパンが106円でした。だいたいそんなもんでした。はい、じゃあいただきます。あー美味しそう。うん、うん、外はカリッとしてる。うん、おいしい。甘くて優しい甘さ。あ、そうそう、クッキー生地よ、そうそう。クッキーのような生地ですね。うん。バターの味も、マーガリンの味もする。おいしい。うん。両友パン美味しい。うん、あ、このフレスタの駐車場に停めて、この裏にね、あの定食屋さんがあるんですよ。あそこへみんな行きよるね。ちゃんとフレスタでお買い物してくださいよ、ちゃんと。めっちゃゴロゴロ切る。あとね、口の中の水分が全部持っていかれる。ふわふわに焼いてるよね、これ本当。メロンパン最高。はい、じゃあ甘いもん食った後はね、しょっ辛いものが欲しくなるということで、次の時間、はい、かき揚げいただきます。かき揚げうどんいただきます。映ってないな、やっぱかき揚げが映ったんだ、これ。これ以上カメラが下向かんのか。あ、向いて向いた。こんなもんですか。はい、ああ、美味しい。
のメロンパンが濃すぎて、このかき揚げのこのどん兵衛の出汁が薄く感じる、すごいかき揚げがいい。うん、玉ねぎの味が強いね。小エビの食感も、あれ小エビ入ってる、入ってるね、いっぱい入ってる、ピンク色の小エビちゃんが。詰まっとるけかな、ちょっと味が薄いね。喉にはしっかり辛さがある、あの出汁のしっかりと。いや、最高。はい、ということで本日は珍しくパンを食べました。メロンパンとどん兵衛の鬼かき揚げうどんをいただきました。とっても美味しかったです。ごちそうさまでした。